そうだ、俺さっき、さっきそうだ、俺、研究の服を着て、研究免許証 T シャツを着て、居酒屋行ったまで話したんや。うん、そこまで聞いた。忘れてた。いや、池さんが誘っても来てくれなかったから、俺はもうお腹空いてたし、もう一人で行こうと思って、なんか10時ぐらいに一人で飲みに行って、で、まあ、タクシーでバー行って、で、飲んでたの、一人で。はいはいはい。で、飲み終わって、なんか俺こないださ、うん、1ヶ月ぶりぐらいに体重測ったの。はいはいはい。ほなら、今まで、0.8 アビッツになったのが、0.9 アビッツになってたの。おぉ、増えてる。そう。やべえと思って。ちょっとだから、それも覚えてたから、運動しようと思って、飲み終わった後、俺駅まで歩いたの。で、駅がね、言うてまあ徒歩10分ぐらいで、で、駅まで歩いて、で、俺も10時ぐらいに行ってたから、俺田舎やからさ、11時半過ぎぐらいにもう終電なんだよね。で、あもう終電までもうちょっとやなと思って、まあちょっと急ぎ足で行って、で、まあ駅着いて、で、駅の前歩いてたら、駅の前に交番あんの。はいはいはい。交番あって、ちょうどなんか見回りみたいにしてて、警察官が二人組でわざわざなんか自転車のなんか自転車置き場をくるくる見たりとかしてて、でそこちょうど通りかかっちゃった、通りかかっちゃって、でパッて目があったの、警察官と。で、まあパッと俺が目あったっていうよりも、俺の着てる T シャツの研究と目が合ってたので俺あれ声かけられそうだなと思って、ちょっと目を伏せてん。ほんならあ、すいません、ちょっとよろしいですかつって、声かけられてん。で、うわ、俺、10年ぶりぐらいに職質されてると思って。ケンキティを着てるがばっかりに職質されてると思って。で、まあ、とりあえず免許証見して、みたいなって言われて、身分証見して、言われて、で、あー、いいっすよ、つって。で、パって、財布出して、で、免許証出そうと思ったんだけど、俺いつも免許証を、スマホカバーに入れてんねん。はいはいはい、俺ほらそっち行った時とかさ、スマホしか持ち歩かないじゃん、スマホカバーと、あとだから俺免許証持ってなくて免許証出そうとしたのに、なんかオロオロして免許証出さないやつみたいになって、なんかだんだん怪しまれちゃって俺で何してるんすかみたいな、いやちょ飲んで普通に帰るとこで今終電っすみたいないやお兄さんなんか普通にちょっと変な格好、奇抜な格好してるからさって言われてあすいませんって、何なのそれって言われて、で、なんか YouTuber っていうのも嫌だったから、この T シャツが。うん。ミュージシャンですっつって。このミュージシャンのライブ T シャツですって言って。ああ、そうなんだーっつって。ここに書いてる、ここに書いてる。発注して。はい、聞くのに集中してたら、現在もしてた。それな。取られた。カット。あ、ポイント、ここに書いてる。あっち。なんか今全員6時時間な、引き抜けから、あートイレ入るな、これナイス、不審出て、あとラスト出ます、敵オペレーターが1人残っている、ラストが多い、ポイントなかったの？あ、いや、面会上がった、面会上がった。ユーザー落ちたのか？落ちてないな。あ、ロビー飛び降り。ロビー飛び降り？いや、ロビーじゃない。抜け飛び降り。ああ。プラント行ったね。もう言うて俺、あれやから、上工事してあるし。パルスだし。開いた。プラントしてる。敵部隊。ああ早かった、ランクの速さ、フランス戦だったらいけた、うれぇ、フレームはない、うぃぇ、うぅクラッチ、いや、ほんで何の話したっけ、ミュージシャンのおかげで職質された話、そう、ミュージシャンつって、で、喋ってたら終電を逃して結局タクシーで帰ったっていう
いや、あのさ、久々って言ってもあれだけど、言うて、なんか、急にやっぱり警察官に声かけられると何も悪いことしないけども、ちょっとビクってしてしまうよね。まあ、そうっすね。そう、何も悪いことしないのになんか、このまま逮捕されてしまうんじゃないだろうかみたいな気持ちになるもん。あの、いや、その原因があんの俺。なんでそうなったかっていう。トラウマがあんねん。昔、建築してた時あって、うん、あの、建築してる時に、あの、俺、もう、すごいさ、あの、あれなの、ハウスダストとかがダメで、だからあの、建築、当時その防音工事っていうのをしてたんやけど、防音工事って壁壊したりとか、断熱材出したりとかするから、もう全然あの、花粉症みたいな症状になっちゃって、ハウスダストで、涙も鼻水もぐじゅぐじゅになって、で、俺その現場一軒家一人でやってて、で、もうティッシュも使い果たしちゃって、仕方ないから何回もコンビニにティッシュ買いに行くみたいなことをしてたの。で、あの、その時はね、なんだっけな、ティッシュ買いに行って戻ってきて、もう辛いから、家の前で、そう、ちょっとね、休憩して座り込んでたの。はいはいはい。ほなら、警察官、それも、その時も二人組で、あの、バーって来て、何やってんのみたいな。もうめっちゃタメ口で。何やってんのみたいな。あーっつって、あー、その、建築っすよ、仕事中っすよ、みたいな。もうあの、鼻ぐじぐじだから声もなんか、ろれつもちょっとおかしくて。ほんなら、お前なんかやってるべみたいな感じ言われて。何やってんだよみたいな。立てみたいなこと言われて。で、立って。何もやってんの、もう鼻水だって。つって。こうこうこうで花粉症が。つって。いいから立てって言われて。めっちゃ、もう、怒やねん。めっちゃなんか怒ってんの。威圧的で。で、あれ、なんだっけ。持ってるもん全部出せって言われて。で、持ってるもん出したの。はいはいはい。で、出したんだけど、出して、まあ、ポッケとかポンポンポン触られるんだけど、ポッケ触られた時に、俺なんか、ポッケの中に鍵かなんかがまだ入ってて、はい、ほなら、ポンポンポンって触って、俺のその、鍵かなんかのところまで行った時に、なんだこれっつって、めちゃくちゃ怒鳴られて、何入ってんのお前これとか言って、出せこれとか言って、めっちゃ怒られて、いや、鍵だよつって、っていう、そう、っていうトラウマがあって、警察官が怖い。その知り合いの人でね、はあ、あの、がんの抗がん剤の治療で、はあはあ、もうしょっちゅう点滴するから、もうオチ分かった。もうオチ分かった。あとがすごいんだ、はあはあ。で、夏に半袖で、はあ、こう、帽子かぶってマスクして、はあ、風邪とかもらったばんから、はあ。で、そんな状態で南歩いてたら、はあ、おまわりさんにでっかって捕まえて、はあ、自分のやってること今から自分の口で言いなさい。お前の罪を数えろみたいな感じだ。お前の罪を数えろみたいな感じだ。病院のなんていうんですか、あのカードとか全部見てて、ああ私病気なんです。おまわりさんなんかもうめちゃくちゃ半べそかきながら謝ってきたらしいですよ。暗いでしょうけど頑張って病気治してください。お前のせいで余計つらなったわ。冗談で夜中徒歩 1,2 分の距離で歩道されて切れそうになったわ。かわいそうやん。あれか、我々凶悪顔以外にもかわいそうな人種はいるんだって。凶悪顔っつった。凶悪顔じゃない。今だっている俺とテレさんとドリルに。いや俺だってあれはもう当時別に凶悪じゃないけど職場。いや、それで言ったら俺だってそうだよ。いや当時ってか今もだ。誰が凶悪顔ですか。凶悪顔してた覚えはない。まあでもドリリンは普通に金貸しみたいな顔してるからな。ちょい訴えますよ。言われるでしょ。でももう訴えますよ。言われるでしょ。なんか悪いことしてそうな顔って。悪いことの和の字もしたことですよ。あれやからね、編集でここお前の写真にポンポンって出しとけよ。どんだけ身に削るの。もうプロでもなければただのゲーマーより顔を出して名前を出して。でも今の下りのところにお前写真使われたかったらもうええって言って俺自分で編集するから。うわ、もうこれがパワハラですよ。もうええ言うて、もう出さざるを得ない。3 2 1